はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の刺種シリーズ第13弾やっていきましょう。で今回5問問題ありますので一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が説明しながら答え書いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。ではでは画面下げます。お待ちください。よ。 よっつってねほっ惜しいでは参りましょうまあ今回はですね特に女子に嫌われがちな圧力や密度が入っておりますがえまあ刺繍なのでねめちゃくちゃ難しいっていうのは入ってません圧力やだ密度無理って思ってる方ほど見てほしいあの簡単にこうやってやるんだよっていう確認がしてできると思うんでねでまず圧力からいきます で圧力公式から確認なんですけどまず単位が Pa パスカルです。P が大文字で A が小文字です。でパスカルなんですが公式としては自分言葉ではなくて単位で覚えますよく単位でね。で圧力っていうのはえー、っと立方メートル分のニュートンです。立方メートル分のニュートン。これが圧力の公式。 ちゃんと日本語が知りたいっていう方はですねあの右上のビックリマークか下の概要欄でね飛ばせるように貼ってありますこの授業は取ってあるんでね、まあ、そっちで確認してくださいでなんで単位で覚えておくといいかっていうと、まあ、日本語を忘れてしまってもこうやって図で出てきます圧力はだからその単位に合わせてやればいいだけの話なんですで結局圧力は立方メートルっていうものとニュートンっていうこの2つの場所の数字さえ分かればいいんだよねで問題文に 質量 100g の物体に働く重力の大きさは1ニュートンとすると書いてありますまあ基本的に書いてくれますけど 100g が1ニュートンだっていうのは覚えておいてくださいで今回この質量は 200g です問題に書いてあるね 200g ということは当然2ニュートンですここはだからニュートンもすぐ分かりましたじゃああとは立方メートルなんだよねそれをどうするかっていうと ここのの物体が接してる面はどこなのっ今、まあ、直方体になってますけど面がね、まあ、下だったり横だったりあるわけじゃないですかで今はその水平面に及ぼす圧力水平面って今地面の下の部分ねそこに接してるのはこの下の部分ですよねだからその部分の面積を出せばいいんですただもう90%以上の問題で単位をずらされます つまり立方メートル使えって言ってるんだけど問題はセンチで出てきますほとんどがねだから変換するのでこれを例えばこれ普通に面積出したらさ 5×5 で25って出るじゃん25平方センチねこっちはねでこの平方センチから平方メートルに直せる方はそれで OK ですでも今までいろんな子に教えてきてこれができない子は圧倒的に多い立方になった瞬間にねだったら センチを先に直しちちゃえばいいいこっちのが難易度が低いですつまりセンチメートルをメートルに直すと1メートルが100センチなので0.05メートルになります0.05メートルで本当はね理科において理科って分数で答え書くことができないから分数ってあんまり計算使わない方がいいっちゃいいんだけど計算するとき楽なんだよねだから自分はこれを 1, 100えっと1メートルが1 0 0ンチなのでこのね下に100分のをつければこうやって直すこともできます100分の5メートルまあこれ約分しちゃいましょうか20分の1ですよね0.05と20分の1って同じだからねこうやって直した方が俺は好きで20分の1メートルでこっちも20分の1メートルだから20分の1かける2 0分の1なんで えー、一応書いておこうか。これ四百分の一立方メートルになります。小数のままやりたい方は零点零五かける零点零五でやってももちろんオッケーです。自分は分数の計算が楽だと思っているだけなので、でこれをそのまま当てはめます。で当てはめるときにまあもちろんね、えー、とこれも無理やり当てはめると。 400分の1分の2っていう見慣れない方にとってはうんって思うんだよね。でこれって下に分数が来た時どうなるかっていうとこれひっくり返ってこういう計算ができるの。だから 2×400 だから結局800なんだよね。あっこれだから800パスカルなんですこれ。でもここさえってなるじゃんきっとね。 でこれどうやって確認するかっていうとこれちょっと小学校の知識に戻りますけどはい皆さん分分の5い2分の5ですこれ、えっと、割り算に戻すとどっちですか ?2 割る52割る出ない2割る5ですかそれとも5割る2ですか ?2 分の5は。ってっていうのを知っておけばこれ分数なってますけど割り算に直すんだったら n ニュートン割る立方メートルなんですよ。 <い>ニューートトン割る立方メートルだからこれがねちょっと嫌だなって思う方はニュートン2じゃん。2割る立方メートル分のって考えればいいで割る分数は掛け算に直して後ろが逆数でしょ。1分の400って同じじゃんこれと。だから800ってやればこれは解けるここでうんってなった方は避ければいいここのルートこっちのルートでやればいいだけの話なので。 なので圧力に関してては単位でぜひ公式覚えてくださいやるときはね受験対策というか問題解くっていうだけのアプローチで考えるんだったらこれが一番やりやすいですいいでしょうかでは2番ですえ有機物と無機物の問題でえ食塩砂糖プラスチック糖鉄の中で無機物を2個選びなさいという問題ですでこれは先に答え書いておきましょう答えはあと「オです つまり食塩と鉄でございます。で、えー、復習になりますがまず有機物って何ぞやってやつですね。有機物は、えー、炭素を持ってるやつです。えー、炭素を持ってるんでしょうかちょっと書き方あれだけど。この炭素っていうキーワードをよく覚えてください。これ無機物が主役になってますけどね有機物が主役で出演されることの方が非常に多いので。 炭炭素素持ってるんで有機物を燃やすすと二酸化炭素が発生します、まあ、正しくは二酸化炭素と水が発生するんですけどいいかその復習もぜひ右上のビックリマークか下の概要欄から飛んでくださいだ、まあ、それ以外が無機物なんだよねで今回の選択肢にもあったけどよく出てくるのが、まあ、砂糖ね砂糖とかえー、っとちょっと復習あの省略でいくよ ローとかあとこれ今回なかったけどエタノールとかプロパンこの辺がよく出てきます砂糖プラスチックローエタノールプロパンっていうのは非常に出てきやすいので押さえておきましょう有機物ねで無機物何かっていうと、えー、今回の選択肢にあったものですね、まあ、食塩あとは、えっと、金属系です、まあ、今回鉄だったかなが出ていましたけど ここここがが無無機機機物物物でででで出てて狙われれやすすいと,ころ,なところなの有えおきましょう。さあ、えー、次が密度ですね。まあ、同じ動画で圧力密度両方出すのどうしようかなって思ったんですけどせっかくなんでね抑えちゃいましょう,もう女子に嫌われるランキング高い2人なんでねで今回まあ密度はね大体の問題でこうやって単位書いてくれるんだよねグラムこれグラム毎立方センチメートルって読むんですけどこれが密度の単位です。 で実はこれが出てることによって密度の公式忘れてしまっても解けるんだよね解けるこれどういうことかっていうとこれ他のね単位でもこうマイっていう斜め棒を使いますけどこれって斜め棒をよいしょって起こしてあげればいいだから公式斜め棒をよいしょって起こすから立方センチメートル分のグラムだからねこれ公式です覚えておきましょう黒かい,い 黒がいいね、だから問題文に立方センチとグラムを探してあと当てはめるだけです今回の問題は実は両方書いてあるんだよね。8立方センチメートルつまり8分ので質量が 72g 単位もずらされてないからねそのまんまだからはいこれ計算して9で一応単位書いとこうグラム毎立方センチメートルこれだけです。 いいかな単位からね、えー、と公式忘れても導けることもできるしまあもちろんね覚えておいてください立方センチメートル分のグ,ッグラムっていうのはね覚えておいて損はないのでぜひ押さえておきましょうはいということで次が脊椎動物の話ですねで脊椎動物の中で周りの温度、まあ、環境の温度に変が変化しても体温がほぼ一定ですみんなもそうだよねみんなが寒いとこ行ったら体温が37度から31度に下がったとかないでしょ 体温が基本的に一定のこういうのを今回の問題関係ないんですがこの漢字で高温動物って言いますこれは押さえておきましょうこの言葉が出題される可能性も大いにあります体温が一定基本的に一定なのが高温動物ですそしてそれの反対 がが、えー、体温温変変わるなんでで動物ですねちょっと点々にしますけど変温動物環境によって体温が変化しますそれが変温動物っていうんですけどまあ選びなさいと4択ねああそれ6択ねで全てって書いてるのでおそらくえ答えが複数個2個以上あると予想されるとで結論から言うとですねこの高温動物脊椎動物って何々類っていう分類されますね哺乳類とか両生類とかあるじゃないですかあの中で 高温動物は2つです哺乳類うちらのね人間もそう哺乳類そしてえ鳥、ー、類ですこの2つだけこれが高温動物だからあとは選ぶだけですまずはウサギですねウサギが、えー、哺乳類にな,なってますおかしいわ哺乳類であと鳥類でハトがいるので答えとしては「イ、e」と「え」が答えになります いいかなちなみにメダカあのメダカは魚類ですね魚魚類ですでミミズとイカですねえっとウとオのミミズとイカは脊椎動物じゃあ脊椎動物じゃありません無がくっつく無脊椎動物になりますで最後のトカゲは爬虫類ですねだから平穏いいかなこういうふうに分けておきましょうこの辺はよく狙われるね内容としてもね で、ラスト、生態系です。えっ、ー、と、生態系の中で、菌類とか細菌類、まあ、こいつらね、っていうのは、まあ、微生物、こいつらの微生物っていうのが分解者って言うんですよ。生産者、消費者、分解者って分かれるわけですけど、その分解者の役割を担ってると。で、この中で、下の細菌類の説明として、最も適当なもの。 で選択肢さえ今出してるかもしれないんですけど、えー、見てわかるように1個の細胞ですかそれともいっぱいの細胞ですかつまり1個の細胞を単細胞生物ですよねで多くいっぱいを多いって漢字を使って多細胞生物って言いますそれがどっちですかって引かれてますでいきましょう細菌類はえー、っとね上でこっち書いちゃおう上の菌類が多細胞です 細胞が多いんですね。で、下の細菌類が単細胞生物になります。単細胞。多細胞と単細胞。ここで分かれます。菌類と細菌類が。で、後ろにもあるように、胞子で増えるんですかそれとも分裂で増えるんですかってなってる。で、これも違くて、上の菌類が胞子。そして、えー、っと、 細菌の方が分裂で増えますつまり選択肢としては単細胞かつ分裂が書いてある「い」が今回の答えとなります、まあ、ちなみに菌類の方はですねその菌類の体っていうのは菌糸っていうえっ、ー、とねこれちょっと「はいはいん?」何でもないです <laughs> ここ切れてるかと思ったわ。菌の糸 って書いて,禁止ってい禁止うんですけどこれをね体にあるんですよでこれを覚えておくといい禁止っていう、ね、これも出てくることもありますんで、まあ、ひとまず今回に関しては菌類と細菌類っていうのが多細胞か単細胞か胞子で増えるのか分裂で増えるのかっていうところがね大事になりますのでこの辺もしっかり押さえてもらえたらと思いますでは今回はね高校受験対策の死守シリーズ第13弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります 以上です。ありがとうございました。